第2章「古典論の困難」。2-1「原子論」。量子論の出現の一般的動機は前世紀までに出来上がって働いていた理論えすなわち古典論が世紀末期からミクロの問題に関連して破綻を停止始めたということにある。まずその次第を簡単に見ておこう。 我々が直接観察するようなさまざまな自然現象それは原子分子というようなものに比してはるかに大きな世界のものであるマクロの現象がどのような法則に従っているかということは全世紀までに基本的に明らかにされたすなわちそれはニュートン力学とマクスウェル電磁気学 および熱力学を根幹とするものであってこれによって一つのかなりまとまった理論の体系古典論が構成されたのであるしかし人々はマクロの現象をマクロの現象として認識するだけで満足するわけにはいかなかったなぜならこのような立場にとどまる限りはいろいろの現象を相互の 論理的関連を持たないバラバラのものとして受け取るほかないような部分が理論の中に残ってこざるを得ないからであるなかんづくそれぞれの物質がなぜそれぞれの特性を示すのかを必然的なものとして理論の中から理解することができない でこのような点をもっと突っ込んで説明し、いろいろな現象、いろいろな物性の間につながりをつけるためには、マクロな物質に直接目に見えないような微細なあいわゆるミクロの構造を想定していくほかはないであろうで。このようなものとして古くから考えられてきたものが、 物質の原子論であるそれは一見連続的に見える物質に微細な不連続的な構造を考え物質はおびただしい数の分子原子からできていてそれらの運動と機能の総括的な効果がマクロの現象として観察に上るのだと考えるものである。すると問題は 第一にこれらの分子原子自身がどのようなものでありどのような法則に従い相互にどのような相互作用を持つかということ。第二にこれらの集まりに統計的な方法を適用してこの集まりの全体として示すべきマクロな性質を導き出すこと。 そしてそれが実験事実と一致するかどうかを調べることであるところでこれらの分子原子などのミクロなものの従う法則については実はあらかじめ何とも言えないはずであるしかし法則というものはなるべく普遍的なものであることが望ましいわけであるしそして 従来の古典論というものが普通の地上の現象と同様に天上の巨大な尺度の現象にも当てはまるということからして逆に原子のようなミクロのものの行動にも古典論が当てはまるだろうと考えることは一応自然な考え方であることに 自然法則の適応限界についての意識が希薄であった時代にそう考えられたのは不思議ではない。こうして原子論は古典論の体内において成長することになったのである。すなわち原子は何らか普通の物体を単に連続的に縮小したようなものであり。 それがニュートン力学に従って飛び回ったりアンテナが電波を打ち出すのと同じ法則に従って光ったりすると考えられたのであるでこのような方法はまず気体の場合についてその力学的熱的な諸性質状態式「非熱」「粘性」などを導き出すのに かなりの程度に成功した機体分子運動論実は原子分子はむしろ化学の方で成長してきた観念であったがあいまや分子運動論によって分子の数や大きさを決めることができるようになり分子原子はより現実的なものとなってきたのである。のみならず 統計的、確率論的立場で熱力学の一般概念温度エントロピーなど一般法則そのものを基礎づけることができたその際基本的なものはエントロピー S を確率の対数と同定するボルツマンの原理エントロピー S イコールスモール K ログラージダー。 である。ただしこの確率熱力学的重率重ね率の定義を明確にしそれを正しく算定することについてはいろんな問題点が含まれていた。今世紀に入ってから上述のような包括的平均的な効果のみでなくそれからの揺らぎを意味する現象 ブラウン運動などが解明されるに至り分子原子の実在はもはや疑う余地のないものとなったただしこのような成功は反面において同時に若干の困難を伴っていた例えば二原子分子からなる気体水素酸素などの比熱についてその実測値が 理論の予測と食い違うということが早くから気づかれていたあるいはボルツマンの原理2の1に従って統計力学的に考えるき、ラージ W が位相空間の体積というような次元を持つことに関係した不定の不可常数が S に存在することまた気体のエントロピーが 資料的エクステンシブな量にならないことギブスのパラドクスなども問題である電子論次に同様の立場で物質の電気的磁気的な性質ことに工学的な性質を導き出そうとすると 単に物質の分子的原子的構造を考えるだけでは不十分で原子自身がさらに電気的な内部構造を持つ具体的には原子がその中で動きうるような電子と呼ぶ非常に軽い電化粒子を含んでいるというふうに考えを進める必要性が生じてきたローレンツらはこのような 電子的構造に基づき電子に対しては真空中の価電体に対するマクスウェルの理論をそのまま適用して物質の電磁気的光学的性質を説明するのに相当の成功を収めただがそれは同時にむしろより多くの困難を生み出す結果になった例えばこの理論は 分散や正常ゼーマ満効果あるいは反時制の説明において成功を収めたが原子スペクトル自体において見いだされる規則性バルマーの公式などを説明することはできなかったまたドルーデラによる金属の自由電子ガス模型は電気電動と熱電動との比に関する ビーデマン・フランツの規則を説明することはできたが電気電動自体の値や比熱などについて困難を生じたこれらの問題における困難の由来を分析することは原子の内部構造がどのようなものであるかという問題が絡み合っているので複雑である。 だからこのような困難は極めて根深い一般的な性格のものだということが重要である。古典論によれば原子は少なくともそれが可電粒子からなり電気的な性質の力のみによってまとまっているとすれば不定なすなわち一定の性質を持ちえないようなものになりおまけに不安定なものになって 原子内における電子の運動のエネルギーが周りの真空中に吸い尽くされてしまう。4 1章真空自身は無限大の非熱を持つ。3 1 3章物質の磁性は熱平衡において結局ゼロである。などといった具合である。で、このような 困難の局面が発展し具体化するにつれて従来の古典論をそのまま原子や電子に適用するというやり方自体に徐々に疑惑が兆し始めた古典論は本来マクロの現象について立てられたものであってそれが原子のようなものにも当てはまるかどうかは 同様の意味で検証されているわけではない。ことに、これらの問題では、原子論の場合のように、分子、原子というような、まだ比較的重いものの全体的な運動ではなくして、電子というずっと軽いものの運動、さらに、それと光の場との相互作用が問題になってきているという点が、 注意されねばならならい。しかしいずれにせよローレンツの電子論はボルツマンの統計力学とともにやがて登場する新しい理論量子論相対性理論の背景を提供するものであった。新しい放射線えとにかく原子電子などの導入によって 諸現象をより統一的に説明する道が開かれその代わり理論は直接の経験から遠ざかった基礎に立つようになってきたように見えたところがあたかもその頃電子や原子がより直接的な観察に姿を現してきたのである世紀の大詰めに至って何らか物質から発して 空間を高速で飛ぶエネルギーの種子の新しい形態このようなものとして従来は光のみが知られていたが矢継ぎ早に登場した真空放電管における陰極線陰極線の当たったところから出る X 線ウラニウムラジウムなどから 自然に出る放射線、アルファベータ、ガンマ線などが芋づる式に発見されたのである。で、これらは実験的にはむしろ、ある程度相互に同質的なものとして現れてきたのであり、光とともに放射線という言葉で一括していいようなものであった。しかし、その正体を理論的に考える場合に。 古典的な概念に従う限りこれが粒子か波かという区別はそのいずれかであるべきでありこの分類が進められたこれらは原子の崩壊の産物とも言うべきものであってあるもの陰極線 β 線は原子の構成要素として想定されつつあった。 家電粒子としての電子であり、トムソン、あるもの、陽極線、アルファ線は、原子から電子をもぎ取った残余としてのイオンであり、またあるもの、X 線は、波長の極度に短い光と介すべきこと、ラウエ、が、残時確立していく。 こうして原子のかけらとおぼしきものが発見されてくるとあそこに起こった動きの一つはそれらを素材として原子の模型を設計するという試みである。一般に原子に内部構造を想定する考えはいろんな元素に対応するそれぞれの原子がそれぞれの特有な科学的性質を持っていると といいう事柄をを説明する道を開くたためにも避けが進路であったとにかく今やトムソンの模型と長岡半太郎の模型とが相次いで提出される1904年当時ゼーマ満効果に対するローレンツの理論の成功からして電子内に何らか電子が拘束されており これが原子スペクトルの原因になっていることは確かになっていたが原子内陽電化の正体について直接な手ががかかりがまだ乏しかった。この手に関して両模型は対立的な見方をとるトムソン模型は一様に広がった陽電化の球の中に電子を閉じ込めるもので 電子が適当にリング、環状ないし角状に配置された状態を考える。この陽電化の K はボルツマンが気体運動論で想定したような原子の大きさを代表している。電子が要求の中にかくまわれているのでモデルは全体として力学的に安定である。でそもそも 原子模型は原子に課されるはずのいろんな性質を説明するようなものであるべきだがあそういう性質として化学的性質のほか原子スペクトル磁性、放射能などいろんなものがありすべてを統一的に説明するようなモデルはそうたやすく作れるものではない。 トムソンは電子の数が順次増えていった場合について電子配置とその力学的および電磁的安定性を調べそれに基づいて元素の周期率を説明しようと試みた。他方長岡はトムソンの要求を大きな質量を持つ芯で置き換え電子をその外へ追い出し この電子が感情に並んで回転しているというより動的な模型を考えそれによってスペクトルと放射能を説明しようとしたしかしこの模型は力学的安定性などに関して困難があるためトムソン模型の方が有力的なものとみなされたなおトムソン模型では電子は平行位置の付近に順 男性的に拘束されることになるので光の分散やゼーマン効果に関するローレンツの成功をそのまま受け継ぐという利点もある電子線や α 線や x 線が生産されるようになって起きたもう一つの重要な動きは従来の光 赤外線、可視線、紫外線などと物質との相互作用の諸現象と並んでこれらの線と物質との相互作用を調べ分析していく新しい型の実験が開始されたことである。例えば電子線を気体の中に送り込むと気体の分子原子によって単に 通路を曲げられる男性産卵場合の他にその際何がしかのエネルギーを原子内の運動に与える場合非男性産卵もあるでその例としてフランク・ヘルツの実験4-1参照このエネルギーが十分であれば原子中の電子を放り出す イオン化こともあるあるいはまた電子が速度を失ってしまって分子に付着するということも起きるでこのような電子線をもってする実験はレナルト以来次第に広範に推進された同様にアルファ線をもってする産卵の実験はラザフォードのグループによってなされた。 また、X 線を気体の中に送り込んだ時も、気体の分子・原子によって吸収されたり散乱されたりする。吸収される際には、分子中の電子を弾き出してイオン化する光電効果。でこのような実験は、トムソンやバークラによって進められた。このような実験は、原子の内部を、 プローブするという意味を持っており、それらの現象の解析を通じて、原子の内部構成は次第にはっきりして、ついにラザフォードの原子模型と呼ばれるものに結実することになった。1911年から13年。すなわち、まず X 線の散乱及び β 線の散乱の実験から、原子はその 原子量のの約半数の電子子を含んででいることが推定できた原子はそれだけの不電気をちょうど中和するだけの静電気を持っているはずであるがあそれの正体が α 線の散乱の実験からついに突き止められたすなわちそれは原子自身よりもはるかに小さな1個の重い粒子であって原子核と名付けられる。 電子は核の持つ陽電子に引っ張られながらその周りを運動しているはずである。ラザフォードの原子模型はこのような有核模型であってそれまで有力であったトムソンの模型に対立するものである。でこれらの現象の解析には古典論が用いられたそれによってともかく原子の内部構成を解明することができたのは 一般的に言えば本来マクロな現象に当てはまる古典論がミクロの現象を支配するはずの未知の理論と何らかの連結対応の関係を持つからである。電子が家電と質量を持つ粒子であること X 線が単波長の硬波であることが確立されたということ自体がこのような。 古典的なな像が当てはまるような現象を、陰極線を電波や磁場で曲げるトムソンの実験 X 線を結晶各種に当てて解析させるラウエの実験を通じてであったが同様に電子や X 線あるいは一般に光の古典的な像に基づく分析はそれらと物質との相互作用の諸現象においても 暫時的にまた場合によっては正確に有効な結果を与える場合がありうるしこのような場合を通じて原子の内部構成が明らかにされたわけである実際古典論に基づいてトムソンが導いた過電粒子による X 線の散乱の断面積の式にしてもラザフォードが導いたアルー線の単一散乱の核分布の式にしても そういうい意味のの正当さを持つものであった。核と α 粒子間の空論散乱の断面積に関するラザフォードの古典的計算の結果は後の波動力学とのその確率解釈とに基づく結果と合致する。ラザフォードの計算で注目すべき点は彼が 古典力学と確率的扱いを併用していることでありそれはボルツマンが気体運動論において分子相互の衝突による分布関数の変化を計算した際のやり方に習ったものといえるところでこうして電子や X 線の像や原子の内部構造が一旦古典的なものとして確立されると2の2電子論で触れたような古典論の 破綻が相番一層明確・専鋭な形をとって再生産されることになるで、それは二の二で挙げた諸現象においてもこの項で述べた諸現象をもう少し詳しく手広く調べるときにも現れてくる例えば育成についてはその吸収における光電効果や散乱におけるコンプトン効果においてその粒子的な性質が現れ 電子線については、男性的な散乱、ラムザウア効果、結晶による解析において、その波動的な性質が現れることになる。しかし基本的に動詞の困難は2-2のに述べたように、すでに普通の光の場合について、また原子の内的な性質、これは簡単に言えば核に束縛された電子系の問題に他ならない、をめぐって、より早くから表面化したのであった。 そして量子が世紀末におけるミクロの世界の開拓とは一応無関係にしかも同じところに熱輻者の問題から初めて姿を現してきたということは意味深いことである3の1参照また放射能現象の研究からラザフォードとソディ1902年はそれが元素の変換原子の崩壊であることを認識したがシュバイトラーは1905年 原子の崩壊の法則は原子が一定の崩壊確率を持って起きるとして説明されることを示した。これは崩壊が全く偶然に支配されることを示唆し単なる古典論の立場では理解しがたいことであろう。しかも一層注目すべきことはアルファ崩壊について寿命が短いほどすなわち崩壊確率が大きいほど出てくるアルファ線のエネルギーが大であるという害が縫ったる。 の規則1911年が見いだされることであるこうして古典論で扱いきれないような諸現象が登場し物質のミクロの構造が開拓され新しい種子の実態が認識されてきて量子論を必要とする情勢が準備されてきたことは世紀末期における電気技術を中心とする生産技術の発展高電圧発生強磁場発生 真空技術高温と低温の生産写真技術などと密接な関係にあるしかしこの点については立ち入らないことにするなお電子などがより直接な観察に姿を現してきたといったのは電子などが物質から解放されて線として飛び出してきて電波磁場の作用を受けたり 物質との相互作用をいろいろな形に展開したというだけでなくその際に個々のアルファ粒子や個々の電子を実験的に捉えることが可能になったことをも言おうとしたのである。個々のアルファ粒子や電子が蛍光板に当たって線光を放たしめ係数間を放電させ ウィルソンのり箱にそのの通路を示すことになってきたのであるそしてことに切り箱における観察は電子が粒子であることを如実に示したのみならず例えば1個の電子が1個の原子に衝突して散乱されるというような要素過程を手に取るように見せたしたがってこのような経過を扱うべき理論 量子力学の建設に極めて重要な実験的基礎を提供することになることにそれはやがては光の粒子性をもはっきり示すことになるここでは我々はやがて量子的世界の立て役者になるべき電子 X 線放射性物質の線原子構造束縛電子の体系などの もろもろの実態が古典論の環境の中に姿を現し、一旦古典的なものとして、その性格を定められつつ、次第に古典論の枠を破るものに転じて、ゆく様をスケッチした。しかし、世紀末における。このようなミクロの世界の急激な開拓は歴史的にはそれに続く。今世紀最初。の 10年間に危機意識をもっと広範な形で呼び起こしたことを吹きしておく必要があろう原子、原子核が不益でなく崩壊しうることの認識ラザフォードとソディ、電子の質量が速度によって変わることの発見カウフマン、そして相対性理論と量子仮説などによって 従来の物理と化学の基本的な原理の相次ぐ崩壊変革がもたらされ物理学は危機の時代に入ったそしてこのような情勢でポアンカレーらの物質は消滅したたというようよな叫びも起こったしかし一方ではケルビン以来目に見えるような模型で考えられることに慣れたイギリスの学者たちが中心になって まさに同じ時期に原子模型を構築していったのであったラザフォードの模型の成立は決定的に重要であった第一にこの有核模型によってラザフォードとボーアが「格外レベルの現象」「原子スペクトルなど」と「核内レベルの現象」「放射能」などを明確に分かち得たことが次の発展の基礎となる。 第2はこの模型がことに深刻な矛盾をはらんでいることであってこれが大きな発展のもとになることについては後に詳しく述べる。